明月荘において、薫陶を受けた深谷及び近隣の人々が、山口平八先生ご夫婦に対する謝恩の意味で、昭和41年、文化の日を期して明月荘警護の日を立てた。明月荘は青年団活動が盛んであった時代に、政治経済芸術、その他古今東西にわたる広範な学問を教授した政経塾で、政治家など多くの著名人を輩出した。明月荘の名は、早稲田大学総長、高田早苗氏によって命名された。ある講演の後、深谷に立ち寄った際に付けられたと言われている。この日は、当初山口平八氏宅にあったが、後に菩提寺であるこの大圓寺に移された。日野上部の文徳の大寺は、大正、昭和時代の文芸評論家、政治家であった石坂陽平氏の書。山口平八氏は、深谷町を生まれ、県文化財専門調査委員などを歴任。深谷町史や深谷市の監修、執筆をされ、深谷上杉氏を世に出した人でもある。